寄ってきなんせ。江戸時代からタイムスリップ、アリスこと、オイランの神月桜でありんす。アリンスー。そなたら、元気に自宅待機しているでありんすか。あっちきも見た通り、元気に自宅待機していんすえ。まあでもな、やっぱり自宅で過ごすのももう飽きてきんした。という方に対して、今回は家でもできる江戸の遊びをやっていきんすえ。今回ご紹介する遊びは、姉さん人形。これはな、江戸時代に千代紙とちりめんの紙を使って作った人形でありんすえ。これを使って女の子はお人形さん遊びをしていんした。今回は家でも簡単に作れちゃう姉さん人形を作っていこうと思いんすえ。よーい、なった。まず顔から作っていきんすえ。ちょっと厚い紙を用意するでありんす。そこに頭と首を描いていきんすえ。そんなに大きくなくて大丈夫でありんす。丸、丸を一個描いて、首を描いていきんす。このくらいでありんすかね。首はもう少し長めに、このくらいあると良いでありんす。そしたら、これをハサミで切っていきんすえ。頭と首、できました。次に黒い折り紙で紙を作っていきんす。こういう風に合わせて、まず横の紙を、楕円の形を作るでありんす。楕円ではないでありんす。半円でありんす。半円を書いていきんす。次に楕円形の丸を描いていきんす。ここまでできたら、ハサミで切っていきんすえ。すいやせん、ここの半円でありんすが、ちっちゃい半円を切っていきんす。こんな形になれば大丈夫でありんす。これはあれでありんすな。江戸一ぐだぐだな姉様、姉様人形作りでありんすな、きっとこれは。そしてここに髪飾りを作っていこうと思いんすえ。今回は串を人形につけていこうと思いんすえ。貼りやすいように4分の1の丸で切っていきんす。ここの飾りはおのおので工夫していろいろと作ると良いかもしれんせんな。ではこのパーツを糊でつけていこうと思いんす。頭にちょちょんと、この紙でありんすな。紙の部分はちりめんを使って江戸時代ではやっていたでありんすが、今回は家でも簡単にできるという企画なんで、現世の折り紙を使っているでありんす。次に串をつけていくでありんす。ここら辺にポンと。そしてさっきのこの楕円は前髪なんで、この前髪をちょんと。髪の毛の完成。なんでありんしょう。ここが長すぎたからか、おかっぱみたいな感じになってしまいした。おかっぱ、おぱこ殿。決定でありんすな。おぱこ殿。おぱこ殿
どもじゃない。殿になってしまいしたが、このまんま作っていきんしょう。それでは次は、着物を作っていきんすえ。やはり、おなごは赤でありんすな。あちきの着物も赤でありんすし。まずは、半分に切っていきんす。半分に通って切ると、不器用なあちきでも、きれいに二つに切れるで、ありんす、ありんす、よ、あーい。次に、こちらの片方の折り紙を使って、襟を折っていきんすえ。まず一回、山折りにしんす。そしたら、折り返して、こちら側に山折りにしていきんす。袖の、襟の出来上がりでありんす。このグダグダ、グダグダすぎるでありんすな。本当に日本一当てにしてはいけない折り紙の折り方。次に、裏に返して、この襟を内側に折っていきんす。ここで注意したいのは、絶対に右側の方を折ってくれなし。着物は、あちきの着物も見ていただけるとわかるでありんすが、左が前、右が後ろ。着物の世界では、左が偉いとされているんで、こう重なるときは、左が上に来るようになっていんす。これを折ったら、3分の1の部分を内側に折っていきんすえ。こんな感じでありんす。左側も同じように3分の1も。ちょっと待ってくれなし。なんかちょっとおかしいでありんす。3分の1を折ってく。着物の胴体の部分、完成！ふぅ！次に、帯を折っていこうと思いんすえ。さっき使ったこの黄色い折り紙が余ってるんで、これを使っていこうと思いんすえ。まず半分に折るでありんす。そして、誰でも簡単に綺麗に半分に切れるやり方で、ちょき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 、ちょっと雑でありんす。こちらの半分に切った折り紙を縦に半分に折っていきんすえ。さらにもう一回半分に折っていきんすえ。こうすることによって強度が増してより帯っぽく見えるでありんす。厚みを出して折るのが良いでありんす。そしたらこの3分の1をハサミで切っていくでありんす。切っていくでありんす。はい。切った3分の2の方でありんすな。これを帯に巻きつけていくでありんす。ちょっと長かったでありんすかね。これ分かったでありんす。こうやって折って、で余った部分を内側に折って、で、こうやって綺麗に。ほんと。綺麗！もうちょっと上でありんすな。ここら辺でありんす。ではこれを糊でつけていくでありんす。ペタン。次に残ったやつを使って帯その2を作っていくでありんすえ。ちょっとだけこれくらいの幅切っていくでありんす。次にこれを3分の1山折りにして、で次に3分の1谷折りにしていきんす。これを真ん中で押さえて開くと蝶々の出来上がり。先ほど切ったこれに糊をつけて巻きつけるでありんす。帯の完成。忘れていたでありんす。このまんまではこのお人形さん腕がないんで、袖を作っていこうと思いんす。最初に切った半分の紙を半分に折っていきんす。
はい、これをこのお人形さんに合わせて、ちょうど真ん中に来るようにな、合わせてここの幅まで切っていくでアリス。そしたらこれを、この余った部分を折りたたんでいきんす。はい、こんな感じで、でこれを袖の中に入れていきんす。入んない、入れていきんす。入ったー。さらにさっき作ったこの蝶々を完成。それではついにこのオパコ殿と着物を合体させていきんすえ。オパコ完成。これが姉様人形。チャンネル登録お頼み申しんすえ。これを使って江戸の女の子はおままごとをして遊んでいした。今日もあの人の帰りは遅い。私と五郎を置いて、あの人は他の女のところに行ってしまうのね。おい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 。そなたらもぜひ家で作ってくれなし。ご視聴ありがとうございました。次の絵巻でお会いしんしょ。おさらばへ。